こんにちは、シエルです。最近ゲットしたのがこちらのスニーカーです。じゃん。こちらのルイヴィトンのスニーカー、後ろはキランと輝き、ヴィトンの生地も使われている、かなりかっこいい感じの黒のスニーカーです。はい。スニーカーを履いていろいろなコーデを撮っていきたいと思います。ちなみに私の身長が153センチ、体重が40キロです。こちらのスニーカー、7センチぐらいの厚底のスニーカーなんです。日本のアパレルのお洋服の S サイズを、まあ、普段買ってるんですけど、S サイズでも結構大きいんですよね。丈が長かったりとか、XS があるといつも嬉しいなと思いつつ、フリーサイズとかになると結構大きくなっちゃう。基本買うのは S サイズで探したりしています。なんだけど足短いからかな、結構ワンピースとかもギリギリなので7センチの厚底は個人的にすごい嬉しいです。こちらのスニーカー自体は22センチです。ではスニーカーコーデスタート。Thank you.
そんな感じでいろいろと着てみました。いかがだったでしょうか。皆さん的にどのコーディネートが良かったですかね。またね、可愛いお洋服ゲットしたらね、紹介していきたいと思います。こちらのね、ヴィトンのスニーカーも履き倒したいと思ってはいるんだけど、残念ながらさ、お出かけ予定がゼロなの。ルンルン気分でお出かけできる日を楽しみにね、していたいと思います。でも早く履きたいね。今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。